こんにちは。マナです。マヤリンです。語り合わせて。マナマヤです。合ってんのかな、ちゃんと2人。はい、今日の企画なんですけども、はい、妊娠っていうことをね、発表してからもうちょっと日が経ったんですけど、はい、どうですか、マヤさん。心境の変化とか変わったこととかありますか？そうですね、体の変化的にはやっぱり、うんうん、あのお腹の大きさとかは結構なんだろう、うんうん、今張りやすい時期ですごい、結構散歩今のとこ毎日してるんですけど、あのもう歩いたらほんまにめっちゃもうすぐ張るっていう、わかんないその感じが。なんか結構でも大きい大きい、うん、あ見えないかな見えないかな。いや、大きいわ確かに。いやいやいや、なんか横もちょっと大きくなった気する。なんか膨らみ、普通にシンプルに、うん、あの体重がめちゃくちゃ増えた。でもあんま変わらんって言ったじゃん最初らへん。うん、なんか最近、大きくなってきた。そうなんですね。もう外出る時ももう隠さずに出ていいしね。うん、そう、外って言ってもほんまにスーパーとかしか行かれへんけど、うんうんうん、マジなんかスーパーにもやっぱりなんだろう、なんかたまに若い子がおるから気つけたりしててんけど、うんうん、こうやってもうお腹かえって持ちながらさすりながら歩けるようになりましたおー、イエーイ。それはほんとね、待ち望んでたよねその日を。ならまあよかった本当に。最近しんくんとはどうな？前さ手作り料理とか、ね、結構見せてくれとったじゃん。でも最近も作ってる。昨日はあの、うん、カレーの煮付けと大根の煮付け、美味しそう。こんな感じ。サラダ？マカロニサラダ。でこれはあのカレーを煮付けてんやけど、もう柔らかすぎて、うん、いっぱいボロボロになっちゃったけど。なんかさ、みんなは知らんけど、なんか前にマジで毎日作りよって、うん、あの出してないけん分からんかもしれない。出してない。マジで美味しそうで、なんかなんかでこの前のさ、高菜と明太子パスタとかも美味しそうだったし。あるかな。写真見せてあげて。明太子。そう、これがめっちゃ美味しそうで。高菜明太パスタ作りました、うん、美味しそう。美味しそう、本当にすごくてね。他にもいろいろあったし、そういっぱい作って、うん、時間があるからすごいなんか料理しようっていう気になって、うん、しゅんくんとカレー作ってもらったり、うんうん、あ、結局作ってくれたん、しゅんくん。あ、そう、いや、あのカレーは作ってくれた。そうまあいいよったもんね。そう、いや、いいじゃん、めちゃくちゃ。まなまなちゃんは最近、うん、どんな食生活？あ、でも聞いて、なんか、うん、ちょっと話それちゃうかもしれんけど、最近、うん、まあ一人じゃん。なんか自分的に、その、うん、マヤが家にいなくなったっていうのがやっぱ一番大きいよね、うん、うんうんうん。で、それでなんか食生活とかも最近マジでおろそかになって、ウーバーイーツが多かったんや一時期、うんうんうん、でも最近はちょっと頑張ろうと思ってダイエットを、うんうんうん、でオートミールを食べ始めた。お、麦？そう。あ、なんかダイエットにいいっていう、うんうんうん、おつ麦を買って、うんうんうん、最近そのおじやとか作ったりとかして、すごい美味しくなさそうって思ったでしょえ、美味しくなさそうって思った？いや、お、え、なんかそのオーツミール、なんだっけオートミール、オートミール、なんかあんまし想像つかないけど、なんかコーンフレークみたいなやつみたいな、うん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 、あ、あれだ、グラノーラみたいな。そう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 、そう、うん、グラノーラ好きよ。前も今日グラノーラ食べてきた、うん、確かに前に好きなイメージあるわグラノーラ。そう、それを最近ちょっと作ったりとか、なんかウーバーイーツをやめた最近。そうね、もう前のとこなんかウーバーイーツやってないから、うん、ウーバーイーツできなくって、うん、なんか昼寝して夜起きる時とかあんのたまに、うんうん、そう、ね、ご飯どうするとか言って、うん、
めっちゃめんどくさい時とかはほんまになんかカップラーメンとか食べちゃってるけど、うん、そうでもあんましなんかそういうカップ麺とかを控えたいから、うん、そう手作りでちゃんと自炊するようにしてるけど、うん、前の料理食べたいもん自分も。ちょっと落ち着いたら、うん、うん、いやまだ家に行ったことないけんね自分マヤの。本当だよ。外見しか知らん。ね、うん。もうね、うん、結構揃ったし、うん、最近でも電子レンジを買いました。うん、あ、電子レンジはなかったんや。そうなくって電子レンジできなかったから、うん、あの冷凍のさ焼きおにぎりあるじゃん。うん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 。あれをフライパンで焼いてた。やばいでしょ、うん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 、焼きおにぎりを焼いて食べていいじゃん、美味しそう。いやでもなんかなあのやっぱし電子レンジの方が美味しいっていう。あ、そうなんじゃ。そう、あの見とかないとかめんどくさいし、うん、そういうことね、うん、え、お昼とか何しとん、その何もしてない時間っていうか暇な時は。もうほんまになんかゴロゴロしてるかな。あー、やっぱそうなるよね。うん、ゴロゴロ、うん、一緒にゲームしたり、うん、え、何のゲームするん。ゲーム、そう、あの前あんまし好きちゃうから、うん、びっくりした今。そう、うん、あんましゲームしんひんしてんねんけど、うん、最近、太鼓の達人をしてます。太鼓の達人を買って、うんうん、すごい難しい曲をチャレンジして、うん、あの頑張ってる。しゅんくんがマジの、あの、ガチ勢で、うん、あの太鼓の達人ガチ勢、ガチ勢、うん、ちょ見てほしい。見たい。これ下がマヤでもう難しすぎて諦めてやってないねんけど、しゅんくんこれもうこれ叩けるってやばくない？やばてかテレビ台を買っとる？これテレビ何に置いとんこれ？テレビ台。すごい、家が想像できんけん、すごい、すごい新鮮。もうね、あのこれまだあれなんだけど、もう難しいやつ、うん、マジでめっちゃむずいの、もうドロドロってできてて、うん、その技術どこで覚えたの、瞬間。そう、なんかなんでそんなガチ勢なんやろと思って。うん、そう、ね、なまなちゃんは最近の一日のルーティンはどんな感じですか？最近ね、掃除にハマってて、うん、なんか怖いんだけど、なんかもうあのスーパーとか行くじゃん、うん、スーパーとか行ったらその掃除用具とかを変に買いすぎちゃって、うん、で家で結構1日1回ぐらいは掃除してる。昨日とかトイレと洗面台全部磨いて壁とかも。掃除用具ってどんなの買うの？なんか別にいらないようなもの買うの？え、違う、なんかため買いしちゃうみたいな、うんうん、そう、なんだろう、その最近毎日やっちゃうからなくなっちゃうのすぐ、うんうん、ウェットティッシュとか、あ、ティッシュ、トイレのティッシュみたいな、うん、あれとかすぐなくなっちゃうから、あれ買いに行ってそれをふき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 一日中じゃないけど、まあなんか午前中とか暇の時やったりとかして、うん、携帯3時間触ってないみたいな、うん、あったりとか、あとは最近読書をめっちゃしてる、うん、最近その前に買ったものなんだけど、一回読んだものなんだけど、うん、こんなんとか、あー見たことある、それ。やばいね、なんか結構経済的な、なんかそう、なんかちょっと血迷ったんだけど、これとか、あと文章力が身につく本とか。なんかそんなん読めないわマジ。いや、なんか前に買って、ま、全部読み尽くしたら自分飽きちゃうタイプなんだけど、暇すぎて。まあね、一人だと余計じゃないって聞いて、何自分暇すぎた挙句これを買ったの。英語を身につけようとしてんの？そう、なんかふと海外行きたいなと思って、旅行で。でも自分バカだから、この前一回行った時にだいぶ苦労したの。あ、まあ友達がいたからよかったんだけど、うんうんうん、そうで、なんかちょっと英語勉強しようと思って、うーん、夜寝る前とかに、寝れない時に YouTube で英語リスニングって調べて、英語のリスニングをずっと聞いてんの。多分血迷ってる、コロナで。やば。そう、でも
よくない？すごい本読むことはいいことですよね。まあ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 本読むのはいいんだけど本当に暇が耐えれなくて。うん、うん、そうね。でもまなまなちゃんの本はさ、うん、こう一冊ずつちゃんと最初から最後まで読んでるのか、その何ちょぴっとずつ一緒に同時に読んでるか、それはどんな？実はさっき見せた3冊だけじゃなくて。今ベッドのとこにも1冊あったりとかいろんなとこに何冊かあるんやけど、うん、なんか寝る前にバーって半分ぐらいまで読んだら1冊をね1冊を読んだら、うん、次の日に違うのをまた半分までバーって読んで途中で秋が来たら終えるみたいな、うん、そのでも1冊ずつ読みたい派だけん、うん、最初読むときは絶対最初から読むし、うん、やめるときは途中とかで終わったりとかしちゃう。え、じゃあ次の日にその続きから読むことはないの？そう、続きから読まない。なんかちょっと戻る。最初までは戻らないけど、あなんかそっから読み出すと、そう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 、なんかあれ、なんだっけってなっちゃうから、結構戻る、ちょっとだけ。じゃあ最後までまだ読み切ってないんですかね？いや、一回は全部読んでる。あ、読んでるの。そう、あ、読んでるものの方が多いんだけど、うん、そう、最近はそれをもう一回読んでるって感じ。あね。うん。もう暇を持て余したって感じですね。そう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 。だって 本屋さんしょっちゅう行ってるから最近。うん。まあもうこの前本屋さん行って、うん、あのなんか玉ひよみたいなやつをさ、うん、あ買っとかないとなと思って。うん。そうでもなんかあと料理の本も欲しくって。うん。そう、本屋さん見ててんやけど、しゅんくんに、なんか、全部携帯で見れるやろ、みたいな。なんか、なんか、リアルなこと言われちゃって。違うよね、携帯じゃないよね。違うよね。うん。違うよね。本の良さがやっぱあるんよ。これ、パッパッと見れるもんね。そうですよね。ね。まあ、確かになんか、料理本とかは、クックパッドとかがあるから、うん、まあまあ。なんか、便利やなとは思うけど。うんうんうん、ベビー用品のこれを揃えておけばいいみたいなやつとかも見てて、そうえめっちゃいいやんと思ってこの本と思って、うん、そうでもそれも結構携帯で調べてあの、うん、買えたりしとったから、うん、なんだろうみたいな。それとなんか立ち会いの話も、うん、あのこの前できて検診の時に、助産師外来行った時に、うんあの今のところ、うん、旦那さんしか入れないっていうのが決まっちゃって、うんうん、そうあの最初はなんか2人だけしか入られへんってなってて、うん、でもしかしたらコロナの影響で1人になるかもしれへんみたいな話を出されとって、うんうんうん、んで今の状況やからその立ち会いなしとかもあるんちゃうかなと思っとったけど、うん、そう旦那さんだけ今ならいけるみたいな。でも7月にはどうにかわかん、どうかわかんないしっていう感じで。でも、マヤは前的に、あの、ママとシュン君に入ってほしくって、うん、そう、でも一人だけってなったんやったら、マヤはママを選ぶつもりやって。ね、言っとったよね、この前それ。そう、うん、そうでもなんか、旦那さんのみみたいな感じで言われて、うん、あれこれはお母さん一人だけ、っていうのは無理なんかなとか思いながら結構神経質になるって言うしね産む時はあシュン君が頼らなくなっちゃうよね。大丈夫かな折れそうだし怖いな、ねね、目折るって言うよね、うん、なんか気持ち悪くて吐き吐いたり、うん、そう倒れちゃったりする旦那さんとかも、うんうんうん、その毛が引いてみたいな、ね、それ怖いなって思う。確かにあたふたしそうじゃもん。うん。どうすればいい？うん。ママは。ママ大丈夫っつって。自分ってそう。ママやったらさ、もう5回も経験してるわけやからさ、うん、何したらあの楽にしてくれるとかさ、うんうん、そういうのが分かってくれるかなと思って、すごい安心感があるかなと思ってるけど、しゅんくん、ちょっとちゃんとしてほしいなって感じ。うん。まあ楽しみじゃね、その日が いろんな意味で本当に。まあ最近こんな感じでまなまやは過ごしてます。はい、ね、おうち時間はねこんな感じで過ごしてるんですけど、
ね、なんか見えない部分の方が多分最近多いじゃん。どうしてもマヤが料理作ってるとかみんな知らんかったと思うし、うん、これからちょっと抜けていこうかなって、ね、全然抜けてなかったけど、うん、いいんじゃない、いっぱい、うん、はい、じゃあこんな感じでこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちお願いしますバイバーイ、バイバーイ。